はい、今日は相鉄フレッサイン横浜駅東口にチェックインいたしました。シングルの部屋でございます。入ってすぐ右側に荷物を置けるところがあって、その下にケトルとかカップがあって冷蔵庫ですね。アメニティは全然ないので、フロント階でこれもらってきてください。アメニティ類は本当に、何もないんですね。ほら、シャンプーとかね、コンディショナーとかそういうのだけ置いてあります。入り口ですね。ハンガー類、スリッパとかね。これでシングルの部屋、これがデスクなんだね。スペースの有効活用って感じですね。で、ここにドライヤーだけありますね。これ鏡かな？そうですね、手鏡ですね。常備灯。ここからコンセントをもらってね、テレビがあって、空気清浄機。で、シングルの部屋、ここら辺に電気のパネルですね。コンセントもあります。デュベスタイル、寝やすいですね。エアコンがあって、で、外。トレインビューで宿泊です。トレインビュープラン。目の前が東海道本線。それと京急線ですね。窓を開けるとすごい音がしてきますが、閉めちゃうと防音ですね。完璧に。おお、かっこいい。こんな感じなんですよ。閉めちゃえばうるさくないでしょ。ね。で、カーテン。で、駅から歩いて3分、4分ですね。横浜駅の北口の東口。北東口ってところからもうすぐです。で、1階がコンビニがあってね、すごい便利です。なので、宿泊料金がですね、通常1万円から2万円ぐらいします。1万円台半ばから後半が多いのかな。なので、シングルでも高いんですよね。まあ、これダブル仕様になってますね、でも一応ね。2つ置いてあって。でもですね、今回は8300円で泊まってます。前日、前々日ぐらいになると、安くなる。いきなりガクンと料金が下がることもありますので、そういうチャンスを使って宿泊するといいんじゃないでしょうかね。はい、ということで、相鉄、フレッサイン横浜駅東口の、シングルの部屋でございました。